吉田さん、YouTube で生きていくって面白いですね。YouTube ってのは集客も YouTube でできるし、商品も YouTube で作れるし、セールスも YouTube でできるんで、商品をいっぱい作っている人っていうのは YouTube の本数が自動的に増えるってことでもあると思うんですよ。そしてね、集客を毎日やるってことは、いわゆる店をオープンするとかね、会社の宣伝をするってことだと思いますけども、まあ、YouTube を毎日やるってことになりますよね。で、セールスをいつもしてるってことは、セールスの動画をいつも作ってるってことになるんで、で結局ね、儲かってる人って YouTube をたくさん作ることだと思うんですよ。もちろんたくさんって言っても1億本作れっていう話じゃないですからね。まあせいぜい1万本とか2万本とかやったら、まあ暮らしていけんじゃないのみたいな感じですよね。でもしね、1万本作っても収入が思ったように入らないとかね、とてもじゃないけど忙しくって全然自由が手に入らないよっていうことでしたら、私はこう考えた方がいいと思うんですよ。まあラーメン屋さんでもいいんですけども、ラーメン屋さんでもね、パン屋さんでもこうやってオープンするじゃないですか。お客さん来ますよね。でそこで食べて評判が良かったらまた来るんですよ。で次に期待してもらえるようなメニューだったらまた来るんですよ。でも食べてもらって、マジ何これ、何の味も素っ気もないじゃんみたいな、ね、二度と来るかみたいになっちゃうんですよね。二度と来るかでも評判になるぐらい味が悪ければ、いわゆる迷惑系とかね、毒舌だったらいいんですけども、評判にならない程度のいいのか悪いのか分かんないようなものだと印象に残らずに、そのまんま二度と来ない人ができちゃうんですよね。だから YouTube ってのも、一体この人はどこに向かってるんだろうか、何をやってるんだろうかってことが、動画一本でも数本の動画を組み合わせても伝わっていけるようなもんだったら、また来ていただけると思うんですよね。億万長者合宿いまだにやってんのみたいなのもありますけども、私またね、久しぶりに私のアカウント、チャンネルを見ましたって方が、また濃い関係が始まったりするんですけども、え、久保さんまだやってるんですかみたいなね、まだやってるもん、まだ始めたばかりですよという形ですよね。湯河原合宿も、合宿が終わってからね、動画のやり取りを、あ、合宿こうだったよねみたいな話した感覚で未だにやってるみたいなね。気がついたら3000本、まだまだ先は長いですね。でも合宿が終わって、おはようございます、お疲れ様でしたって言った瞬間が今日みたいな感じですよ。まるでね、昨日湯河原から帰ってきたみたいな感覚ですよね。湯河原から帰ってきてから、もういろんなドラマがあって、いろんなエピソードがあって、いろんな動画を作って今に至るんですけども、さあ、億万長者合宿に参加したのは、何も合宿の参加者さんだけではありません。主催する我々の方も合宿の参加者で、一番合宿で勉強した、一番合宿で気づいた、一番合宿からアップロードしたのが結局我々だったということなんで、一番お金も集まってくるというね、ことになりましたね。さあ、あの頃ね、合宿に参加したら、その後どんな未来が待ってるんだろうと思った方、どんな未来が待ってるか、どんな未来を想定して動画を作ってきたのかに比例するんじゃないかなと思いますよね。ということで、その比例形式によって我々が一番儲かってるという、なんかね、こんなことになってしまいました。だからね、私はね、 YouTube を通じて、 YouTube を通じてね、皆さんに儲けてほしかですよ。儲けてほしかですよ。何やっとるかですか、バカチンガーみたいなね、ことでございます。さあ、次の合宿はあるんでしょうか。億万長者合宿、レッツトライ。